メイです。リナです。マリアです。リナです。ルエラです。ピンクラテティピー始まるよ。さあ、ということで始まりました幼少期の写真当てクイズ、イエーイ。ということで、今回私たちは自分たちの幼少期の頃の写真を持ってきました。はい、結構わかりやすいかもしれないんですけど私たちの幼少期のね、誰かなっていうのをね、クイズしていきたいと思います。じゃ、全問正解目指して頑張りましょう。せーの、どうぞ。じゃあ第1枚目からいきます。はい、これ本人はどういう反応するの？本人は最初には言わないように、もう、あ、一緒にこうリアクション、一緒に誰だろう、誰だろうっていうリアクションでお願いします。はい、じゃん、こちらです。こちらです。なんか分かった、誰か分かる、せーのでございましょう。せーの、ゆなちゃん。めっちゃゆなちゃん。あれ、だってでゆなちゃん、ゆなちゃん、マリオちゃん。うわ、あの動き成功。ゆなちゃんでしょ。ゆなです。ゆなです。ディズニーに行ってその日のホテルみたいな。マリオさんめっちゃ綺麗なんだ。これで分かる。この寝てる姿が整ってるわ。眉毛めっちゃ綺麗じゃん。眉毛確かにあるかも。じゃあ次行きましょう。はい、じゃん、こちらです。かわいい。わかる、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 かわいい。なんで、なんで、まあ、せーのでいきましょう。せーの、めいちゃん。これ何歳？1歳かわいい。いや、そうだよね、多分誕生日の写真。え、1歳でこの二重とかあんの？え、さっきの写真とのさ、なんかちょっといいですか？これだよ。どういう、ちょっと。続きまして、3枚目の、じゃん。あー、わかる。かわいい、かわいい。わかんない、正直わかんないかも、意外と。誰？二人で迷ってんの。うん、わかる。だよね、だよね。じゃあ行きます。せーの、マリアちゃん。マリアちゃん、うん、うわ、かわいいね。目がそうだ、目がね、この重くなった、この語り方がね。これ何歳の子？1歳とか。そうだよね、多分そのくらい。誰と迷ったの？私、ゆずなちゃんと迷った。だよね、だよね、だよね。笑い方がね、ちょっとゆずちゃんに見える。じゃあ、4枚目いきましょう。はい、じゃん、結構大きい。でも、すぐ行こう、すぐ行こう。せーの、ゆずはちゃん。ゆずはちゃんじゃん。どういうの？ゆずはちゃんってしかない。昨日撮った。2017年8月16日か。2017年で何歳？5年前。全然一緒だけどね。ちょっとトラブルあったかなぐらいの。小一ってこんな、なんかこんな大人っぽい顔だよね。大人っぽいよね。え、もっと黒歴史なんだけど、え、どういうこと？5枚目かな、5枚目します。じゃん、なんか、なんか、え、分かった分かった。誰、誰、さっきの写真がちょっと面影あるかも。うん、うん、じゃあ行きますか。わかんない時はこうで。はい、はい、こうで。行きます。せーの、マリアちゃん。マリアちゃんなの？マリアちゃん。なんかさっきの写真とちょっと似てんだよ。眉毛の形が。そう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 。ちょっと似てんだよ。でも感じが。この写真を選ぶチョイスがまずマリアちゃん。確かに、確かに、確かに。確かにな。ちなみに何中なんですか？何してたんだ。てか、これは YouTube に載せる勇気すごい。めっちゃ面白いんだけど、これ。じゃあ次行きましょう。じゃあ6枚目お願いします。え、これだ。じゃん、めっちゃドアップじゃん。ドアップだね、めっちゃ。なんかでも赤ちゃんって見えない。いや、確かに。だって、まだ生まれてないよね。ここは生まれてないですね。せーの、レイラ。レイラちゃんかと思った。レイラです。アメリカね。そう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 、なんかちょっと見守り生まれて、でも5ヶ月かわいい。こんな目開いてなかったもん。名前お願いします。はい、いきます。じゃん、なんかもう分かっちゃったかも。
じゃあ行きましょう。せーの、めいちゃん。口かな。なんか何だろう。アヒル口。アヒル口ね、可愛い。確かに。なんだろうね。目つぶってても分かる。めいちゃん。なんでだろう。なんで。昔からめいちゃんはめいちゃんだったんだね。八枚目いきましょう。はい。いきます。くっじゃん。あ、うん、分かんない、うん、行こうかじゃん。せーので、レイヤー。正解です。お誕生日ですよね。あ、そうですね。え、8月3日多分1日前に。あ、そうね、髪なんかクリクリね、クリクリで後ろすっごいいっぱい、ね、じゃあ次8枚目じゃん。こちらです。ねえ、わ、え、ほとんどかく、どういう、どういう気持ちなの、これ。海ね。じゃあ行きましょう。せーの、ゆなちゃん。ゆなです。おでこがゆなちゃん。あー、確かにな。これはちなみに無人島行った時に、無人島まで行けるんだ。無人島に行ったんです。何回に行った時に、うん、ついでに無人島行ってみるよみたいな感じで行って、で泳いだんですけど、うん、この時ウニがね刺さったの、で大泣きした覚えがあります。9枚目お願いします。はい、じゃあ行きます。じゃん。わかる。もう何かの発表会なんだろうね、うん、きっと。ちょっとひげ写真でわかる。なんでわかるの。なんだよね、雰囲気かな。OK、 じゃあ行ってみましょう。OK。 せーの、マリアちゃん。おー、めっちゃめちゃ写真。何だろう、センスがいい。なんか発表会じゃない。何、バナナの王将。バナナ。なんだろう、立ち方風貌なんて言うんだろう。めっちゃマリアちゃんなんだよ、なんか堂々としてる、この曲から。10枚目かな。ラストにします。はい、せーの、じゃん。見たことある。わかっちゃった。めっちゃくちゃ。もうわかるでしょ。わかるじゃん。わかるって。誰かわかるじゃん。なんでレイラこんなわかんないの。え、レイラほんとにわかんないの。見て、見て、顔じゃん。見て、顔見て。もういい。もう一回言ってみましょう。はい、せーの、ゆなちゃん。3歳。猫さん。3歳でもこんなのじゃ一緒ってこと。ずっと変わんないんだよね。ちょっと待って、ラストだからもう行きやすい。ちょっと さっきのやつも行きやすい。これの揺さはっちゃうじゃん。現在のもちょっと比べてさ、現在ゲネメジがどう。一緒じゃん。もうこっちの七五三ゆずは全く変わんない。なんかさ、なんだろう、アシュラマラちゃんに似てない。ちょっと似てない。え、この時マネもめっちゃ上手だった。そうなんだ。え、他の人は、ユナはもうこれはユナだった。あー、これだって、これ誰が見てもわかる。他の人も、そう、パン屋さん、レイラとマリアとメイナで、ちょっとみんなで、何何何、かわいい。セレキ、これ、セレキでマスク、滑り台とか中にいる。顔がやばくない、これ顔やばくない。お風呂入り。え、全部メイちゃんなんだけど。メイはメイだよ。ちょっと全部メイちゃんじゃない。なんかわかるよね、唇が。もう全部メイちゃんだね。わかるかも。ちょっと何、怖い、何出てくるかな。そしてこんなすごい。ガバラ黄色くない。ガバラ。原点じゃん。じゃあ、そう、多分一番最初見せたじゃないか。特別ですよ。めいちゃんのモデルの原点です。これが多分一番初めに応募したモデルオーディションの時の写真ですね。
超無双超2とか1とか、はい、こうやってさ、なんか久しぶりにさ、なんか昔の写真とかをね、こう見てみるのもいいかもしれないね。思い出に浸りますね。そう、いや、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。